毛量がねちょっとモデルさん多いんですけれども、綺麗なストレートの状態で結構厚みがあって結構短く切るということだったんですけど、お、襟足があのあれですね、特有の上に生えてるやつですね。へえ。ボブはいいんですけどね、短くしたらここが立っちゃうやつ。あの上に生えてるっていうのはここちょっとすいませんね、この、うん、この襟足のところがこれ浮いてるんですよ、ここがポンと。なんでこうタイトにするスタイルは、うんうん、ちょっとここら辺が難しいかもしれないですね。で前髪から横にかけて流す感じにしたい、はい、っていうことですね。多少切ってもらっても大丈夫です。はい、さあそれで、はい、ちょっとや先じゃあちょっと切ってこのまま切って、はいはい、パーマをかけますか。はい、ちょっとね、ワックスつけて切りますね。はい、やっぱね、多分変わんなそうだからちょっとガラッと変えれたらいいかな。あ、嬉しいです。その人めっちゃ短いですね、ここだもん、ここ。ほんとだ。どうなんですか、めっちゃ短いですね。今イヤー2から止めてます。この辺かな、うん、ブラントセニング、ブラント2セニングですね。それでちょっとラインを作って一回いきます。前下がりで切っていきます。それで一回ちょっとラインをサイドから作っていって、まだこれは全然長いと思うんですけど、でもちょっと顔の形と相談しつつ、まあ最初はちょっとあのパツッとおかっぱみたくなっちゃうんですかね。はい、そこから変えていくんです。はい、ちょっとやっぱ長さがあった方が似合うかもしれないですね、うん、なんとなく骨格の感じからすると、うん、何気に、ハサム結構ありますよね。ハサミナ、ハサミナミだっけ。はい、そうです。結構ありますよね。キュリラですか。あの美容室、まあ、なんか、なんか駅前にもあります。なんだっけ、大体ちょっとあんま量があると上がっちゃうんでちょっと下げ気味ですね。1センチぐらい下げ気味で作った方がいいんで、この辺で作って。え、逆にずっと西区民の方ですか。僕そうですね、西にずっといますね。あんま、逆になんか僕も分かんないです、南区とか全く全然分かんない、全然行かないから。行かないと分かんないですよね。うん、全然分かんない、本当に。でも一回インフルになったら、はい、お医者さんからいついつから来ていいですよっていう許可証がないと保育園来れないから。へえ。ダメなんですよ。知らなかった。それはないと、それを提出するんですか。しないと保育園も入れてあげないって感じ。あ、いや、そうです、そうです、もちろんそうしてほしいです。出くわさない。まだ雪虫見てないでしょ、僕、まだ。え、ほんとに。もう多分今年見れないで終わっちゃうのかなってちょっと残念な感じです。なかなかいないですよ、雪虫になって。そうです、負の三角ライン、コンビニ、家、店みたいな。負の三角ラインです。終わってます。面白すぎる。終わってる。冷凍の方が一概には言えないじゃないですか、多分。いや、だから冷凍してんだよ。はい、冷凍してます。急速冷凍で、急速冷凍。急速冷凍。裏見ればいいんですよ、裏。裏見て。分かんないですよ、それ見ても。何が何なんだよ、よく。裏見たら分かります。ハロウィンとか。ああ、そうですね、ハロウィンもそうだし。なんか、去年あたりから毎月一回。うん。東京オリンピックやるじゃないですか。はい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 。そのなんかオリパラメで、この毛束に対して、はい、で今毛量調節はね、まああんまりやっちゃうとちょっと上が膨らんじゃうんで、まあこれぐらいの毛量調節かなという感じで、あとは、まあ、できない方は、このクルリンパ内回り側にクルリンパした状態で、あとは簡単に作れますね。でもうひし形のウエイトがポンって上がったので皆さん分かると思うんですけど、ちょっと上がりましたよね。こっち、こっち、ドーンってなんですね。
これを表面の毛が残してやんないと毛量多い人はちょっとここ短くなって変になっちゃうんで、この鉢を止めて、で自分がこのままこの T4 でここ安いがけしちゃって、もう無理やり押さえる場合があります。こういうふうにダイバルみたいな感じに、はい、もうこのままね巻いて後でシャンプーしようかなと思います。やっぱり2時間ぐらいで僕はもうカットとパーマを終わらせたいので、営業中もやっぱそれぐらいのスピードでやんない、ちょっとカットに時間がねちょっと普段の倍ぐらいでちょっとかかっちゃったんで、まあもうこのまま薬剤はもうかなり強い髪の毛バージョンの、まあこれが液体だと結構跳ねたりとか垂れたりすると、まあドライングパーマはスピードも速いし、結構仕上がりも綺麗なんで一番安定感ありますからね、結構いいと思います。ちょっとじゃあ横向けましょう。まずまあ、このままの状態この状態で、まず巻いていくんですが、1回転2回転、ちょっとロットを小さめにしてます。じゃないとかかんないんで、ゴム跡がつくんで、ツイストバンドわかんない方は検索してください。サイドは外跳ねじゃない方がいいと思うんで、ここはまあそしたらローラーボールつかなくていいんで楽かなっていう感じで、ターバンもめんどくさいんでしませんっていう感じで、やるとパーマも楽かなっていう感じです。まあ10分はい、このぐらいかかっててで、ちょっとイメージをつけ作りながら手でなじませていきます。このような感じに、まあこれはね、薬事法の関係上、はい、で今ですね、乳液処理してシャンプーして戻ってきた状態が、こちらになりますね。これウェットの状態がこんな感じです。はい、わかります。これ北海道で作ってるんですよ。あ、そうなんですか。へえ。北見の発火。有名ですよね。そう、うん、そうなんですよ。で、これはラベンダーとか使ってるんで、足別で作ってるんですよね。うん、道産だ、道産。道産の道産です。そのまま、道産の道産。うん、ムササビバームワックスをつけます。あ、バーム、ごめんなさい、ムササビバームオイルですね。こういうのつけるといいです。ムササビオイルですか、ヘアオイル。ね、ヘアバームってね、今結構流行ってて、唇とか肌に塗れるっていうやつが、リップバームとかありますよね。そうです。で、髪用のやつがあって、ヘアバーム、はい、それと、まあ、これオイルと中間ぐらいの質感なんですけど、バームだとちょっと硬いかなと思って、バームとオイルの中間の質感なんですけど、ちょっとつけてみますね。はい、これつけるとすごくかっこよくなりますよ。いいですね。蒸しとかよりも。で、手に伸ばして、で、このまま手洗わなくて大丈夫なんで、あ、そのままつけっぱなしで OK。 大丈夫です、大丈夫です。オーガニックなんで。で、このままちょっとすいませんね、全体にこうつけます。はい、全体につけてって、冷風とかちょっと当てるんですけど、はい、あとはね、まあ、ハンガーでこうつけて、あとも何もしないとかでもありです。はい、まあ流すんであれば、でも流さない方がいいんじゃないかなって。流してもまあこういう風に流せますよ。わかります？はいはいはい、流せてますよね。これもこれでいいと思うんですけど、前髪も流してて かっこよくないですか、これも。うん、で流してもいいけど、流さない方がなんかちょっと、はい、私もこちらです。かっこいいかも。なんかこっち側だけこうかけたりとかして、
こういう風な感じもかっこよくないですか。いいですね。と、あ、見えてますか。見える。見える。見えてる。あ、見えるか。ほら、かっこいい。本当だ。なんかおしゃれ。そうそうそう。こういう感じになる。で、後ろちょっと見せますね。はい。自分で見えてないと思うんで。で、後ろはこういう感じで。後ろ見えますか。見えないですか。あ、そうか、ちょうどカメラがあるからね。あ、すごい。わかります。わかります。めちゃくちゃ良いです。ここシュッてなってるの、なってるじゃないですか。はいはいはい。普通に切ったらね、ならないんですよね、髪質的に。だちょっと特殊な裏技の切り方で、ちょっとそうするとここがこうフィットするっていう感じですよね。ただここやっぱ浮いちゃうので、うんうんうん、どうしてもこういう質感っていうのはなりづらいんですけど、うん、ここがかっこいいからちょっと。素敵。かっこいいですよね。良いです。そう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 。いや、ありがとうございます。結構かっこよくないですか。めちゃくちゃいいです。真後ろがこういう感じ。真後ろって。おお、良いです。ね、だから素敵すぎて合ってますよね。雰囲気に。いや、最初どうかなと思ったんですよね、毛量的に。いや、ちょっとめっちゃ頑張って減らしてもらいましたもんね。まあ、ちょっとね、減らして、多分ちょっと無理かなって思ったんですけど、あとどうにかごまかすかと思って結構いい感じじゃないですか。よかったです。ほら、かっこいい。こっちでかけといたらどうですか。いいですね。こっちかけといてかっこいい。かっこいいじゃないですか。いいね。ちょっとこの襟足もかっこよくないですか。めっちゃいいです。自分でやっといて、いい出来だなと。これは間違いない。なかなかいい出来の感じですよね。大成功で。そうですね、ありがとうございます。いい感じになったかな。